日本東京都杉並区阿佐ヶ谷 JR 中央線、阿佐ヶ谷駅南口前。撮影場所は現在改修されたためこのような風景は見られない。阿佐ヶ谷は東京都杉並区の地名である。阿佐ヶ谷阿佐ヶ谷とも表記する。現行行政地名としては、阿佐ヶ谷北一丁目から六丁目、および阿佐ヶ谷南一丁目から三丁目が存在する。中心部の阿佐ヶ谷駅を境に、 阿佐ヶ谷北、阿佐ヶ谷南の2区域に区分され、江戸時代の阿佐ヶ谷村の範囲とほぼ一致する。町のシンボルとなっている欅並木が南北に通る。北部は阿佐ヶ谷北1丁目から6丁目で、日大二高通りと早稲田通りが北限になっている。南側は阿佐ヶ谷南1丁目から3丁目で、杉並区役所があり、大梅街道が南限で、街道沿いには南阿佐ヶ谷駅がある。 関東大震災のあった大正時代あたりから山抜けの郊外住宅地として人口が増加し、現在では駅周辺以外は住宅地が密集している。河北総合病院、世尊院、阿佐ヶ谷新名宮、日本キリスト教団阿佐ヶ谷教会などおもむきのある場所が多く、また書店、古書店も多い。夏には南口の大型商店街、 阿佐ヶ谷パールセンターにおいて毎年8月に阿佐ヶ谷七夕祭りが開催される。また阿佐ヶ谷にはジャズ喫茶やライブハウスなどが多くあることから毎年10月に阿佐ヶ谷駅を中心としてジャズミュージシャンが街中で演奏するという阿佐ヶ谷ジャズストリートが開催されている。阿佐ヶ谷北編集地域北部1丁目から6丁目まである。北口にも歴史のある商店街。 阿佐ヶ谷昭和会をはじめ商店街にて各イベントを行っている。北西部は杉並区下井草、本天沼に接する。北部は中野区白鷺に接する。北東部は中野区大和町に接し、東部は杉並区高円寺北に接する。南部は JR 線の線路を境に杉並区阿佐ヶ谷南に接し、西部は杉並区天沼に接する。 地域内を中杉通りが縦貫している。阿佐ヶ谷駅の北側にあたり、駅周辺に商店などが広がるたは、住宅地になっている。阿佐ヶ谷南、編集地域南部。一丁目から三丁目まである。北部は JR 線の線路を境に、阿佐ヶ谷北と公園寺北に接する。東部は公園寺南に接する。南部から西部は大梅街道を杉並区境に、梅里、 成田東、小木久にそれぞれ接する。当地域には北側にある、阿佐ヶ谷駅と南側の大梅街道下にある、南阿佐ヶ谷駅があり、駅周辺に商店などが広がるたは、住宅地になっている。杉並区役所や杉並消防署も、阿佐ヶ谷南に所在する。阿佐ヶ谷の地名は、伝統的には、阿佐ヶ谷と表記され、この表記は、駅名等に、現在も使用されているが、 行政地名の表記は1965年の住居表示実施に際し、阿佐ヶ谷に統一されている。地名の由来は、桃園川の浅い野地であったことに由来するとされ、中世には、阿佐ヶ谷市と呼ばれる一族が支配した阿佐ヶ谷村であった。1889年には、甲武鉄道が敷設され、1922年に阿佐ヶ谷駅が建設される。また、1921年には、 西武軌道により、新宿から小木久保までの大梅街道上に、路面電車が敷かれ、阿佐ヶ谷にも停留所が設けられる。当電車は、現在の丸の内線に機能を譲り、1963年に、伊伏増寺阿佐ヶ谷分子村の歴史は、阿佐ヶ谷地域に中央線の鉄道駅が、大正時代の1922年に開設され、徐々に住宅地としてその姿を見せ始めた頃から始まった。 翌年に起こった関東大震災は東京市内を壊滅させて家を求めて中央線沿線に多くの人が流れ込むようになった。1927年には後に阿佐ヶ谷文士村の中心人物にあたるイブセマスジが小木久保の地に住み阿佐ヶ谷界隈にもよく顔を出すようになる。その流れに乗り昭和にかけて都心や下町からよさの秋子、太宰治、青柳水穂。 今、春べ、三好達治、日野足兵、徳川無生など文人文士たちも、統治界隈に住むようになったのが発端と言われ、阿佐ヶ谷文士村とされた。その代名詞的存在なのが、伊ぶ瀬マスジらが中心となって開かれていた文士たちの会合、阿佐ヶ谷会と呼ばれている会合で、当初は、将棋会、戦後は、飲み会として、多くの文士たちが交流を深めた。 この交流は1970年代まで続いた。都市計画で知られた高山栄華も幼少期から亡くなるまで阿佐ヶ谷に暮らした。その他、阿佐ヶ谷に住んでいたことが確認されている人物に、横光理一、川端康成、康成二郎、ぬかた六福、小森三好、神林明、桜井貧光、森本忠、長松忠、岸田国夫、浜野治、川崎春彦などがいる。 1956年夏場所、大関若野花初優勝時の優勝パレード昭和20年3月10日の東京大空襲から昭和25年まで、大相撲の二所の関部屋が新勢時に曲がりしていた縁で、昭和27年に八代柴田山が二所の関部屋から独立して、杉並区阿佐ヶ谷の日本大学相撲部練習所の隣接地に柴田山部屋を創設した、後に花籠部屋へ、 名称変更する。昭和30年秋場所に大関に昇進した一番弟子の初代若野花が昭和31年夏場所に初めて阿佐ヶ谷に優勝をもたらす。両国を離れて山の手に優勝旗が運ばれたのは初めてのことで、大梅街道には数十万人が祝賀に集まったことで、都電はストップ若野花を乗せたオープンカーは新宿西口から 朝ヶ谷の花籠部屋まで3時間かかるほどの大騒ぎとなる現象を起こす。若の花は昭和33年初場所後に第45代横綱に昇進、7人の幕内力士、花籠7弱を用して花籠部屋繁栄の石を築く。後に花籠部屋から分家独立した双子山部屋、離れ子部屋も朝ヶ谷に部屋を置いた。1970年代、和島、初代、 高野花、解決の阿佐ヶ谷トリオが活躍して人気を得る。横綱、大関をはじめ多くの関取りを排出した花籠部屋、双子山部屋、離れ駒部屋の前世時代は阿佐ヶ谷勢と呼ばれ、阿佐ヶ谷は東の両国、西の阿佐ヶ谷と言われた大相撲の拠点だった。双子山部屋は初代若野花定年後に初代高野花が、 分岐独立していた藤島部屋と1993年に合流して中野新橋へ移転、輪島の花籠部屋を吸収した離れ駒部屋は2013年の解決定年後に大野国が独立した柴田山部屋へ合流したことで2013年に阿佐ヶ谷から相撲部屋は消滅した。この系統は二所の席一門阿ヶ谷系と呼ばれており、双子山と離れ駒は 日本相撲協会理事長を務めた2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである区立小中学校に通う場合学区は以下の通りとなる南阿佐ヶ谷駅上の青梅街道鉄道道路中杉通りの欅キ並木路線バスありがとうございます